奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科は、植物開花促進技術花咲ホルモンの研究成果を2008年秋、東京で開催されたイノベーションジャパンで発表しました。花咲ホルモンは植物の開花時期を決定している化学物質を解明し、人工的に花の咲かせる時期を制御するための研究開発です。別名火星ホルモンとも呼ばれています。日の長さを日長と呼び、植物は成長のステージで日長が長いか短いかを感じ取って花を咲かせます。で、その日長の違いを、感じた植物は、で具体的に何をしているかといいますと、植物の葉において、火星ホルモン、フロリゲンというものを作っているわけです。で、その分子実体は長い間謎でしたが、長い間の研究から、フロリゲンというものはここに挙げている6つの条件を満たすものとして、特徴付けられています。一つは、花芽を作られる、日照条件に置かれて、葉において作られる。2番目はそれが火星を誘導する。そして3番目はそれが歯間を通って移動する。そして、4番目それが頸腸分裂組織、茎の先端に運ばれて、作用する。で、これは実際接ぎ木をしても、接ぎ木先の植物にまで移ることができる。そしてフロリゲン物質を作れば、生理学的に単日植物、長日植物に関係なく花を咲かせることができます。バイオサイエンス研究科は、火星を促進するフロリゲンを発見し、稲の開花を促進する遺伝子である HD3A を同定しました。これをさらに確定するために、菊に応用して早咲きになることを実証しました。そしてその植物の花が開花するには、どの部位でフロリゲンが関与しているかが次の研究につながります。まずはじめに HD3A 遺伝子なんですけれども、単日条件したときに、葉で作られる、でも頸腸にはないのが図の1で示されています。2番目は、これを遺伝子導入してやりますと稲が早咲きになる。3番目はこれは異観測で発現している。で、4番目は、葉でできたものが実際に茎の先端にまで来ていることを示しています。バイオサイエンス研究科は、今後植物に HD3A タンパク質を簡単に確実に取り込ませることが研究課題です。 Digging for News